お、お地蔵さん。普通、そうですね。これでも結構ないい感じの道なんですけど。すごい道ですね。さっきよりだいぶマシな道になりましたね。小顔だな、お地蔵さんは。お地蔵さんあるってことは弓道ってこと？弓道、いや、お地蔵さんがあるからってことはないと思いますけどね。良い景色だ。いいですよね。で、あそこに見えるかな。いい風景の道ですね。あ、映像、配信だと見えないかな。棚田とかありそう。ちょっとあの、あそこにですね、マネキンの首、首が、マネキンの首、あれマネキンの首でございます。ズームできない。髪の毛がですね、かすかに髪の毛が残った感じの、あの落ち武者の生首みたいなイメージ。これは何だろう、何の栽培してんだろう。初めて見るタイプ。驚くマネキンさん。生首だけがですね、棒の先に突き刺してあるんですよ。また車来た。あ、違うか。たまに黒いカカシあるからな。ブルーありますよね。茶栽培カカシ。茶栽培、え、いや、今のはどうだろう。お茶じゃないと思いますけどね。ウグイスだ。うん、鳥の声。ウグイスやらヒバリやら、あとなんだろうな、イソヒヨドリやら。家ですかね。夜来たら怖いね。夜、また下ってる。登り、登りだけじゃなかったんか、これ。うわ、いた。相変わらずトップが来るな。合流か。残念。行ければ本当ですよ。合流で、あ、ちょっと下ってから国道合流なのか。マネキンにそっくり。生首壊れてない。地元民の弁当の。地元民の。多分こっちが旧道だろうとは思いますよ。国道の方は人住んでなさそうだったし。家も古いし、この辺り。車結局2台しか通らなかったですね。うん、海坊主。いや、お、トカゲ191合流してしまった。面白い道だったのに。でもいい道でした。昼飯も食ったし。あ、今みたいな道通った後だと、あ、ちょくちょくあります。うん、何がちょっと今なってませんでしたよね。ん、通じていたようでっていうのは どれかな。夜、あ、野宿したいんですけど、問題なさそうな、事前に調べられる野宿場所が見つからなかったんですよ。だから現地行って探す感じになると思います。ただバッテリーがないので、ただ配信のために今日野宿しないっていうのもな、今日宿泊まりっていうのもな、なんか悔しい。ライダーハウスとかあればいいのに。ライダーハウスだったら宿泊まりとは言っても野宿方向に。明日は午前中だけですね、配信するとして。ただ今このペースでバッテリーなくなってると、今日中も怪しいぐらいですね。フル充電したのに。あ、充電に来いとか絶対言わない。
そんなこと要求したらもう私はやっていけません。ん、じゃあコーネズミさん、ライダース確かなかったと思いますよ。山口県、ほぼ山口県のどこの方だっけ。細いから本当ですか。GoPro も撮れないのが痛いんだよな。羽田から検索九州、あ、関東今日も天気悪いんですかね。そう、いい季節ですよ。晴れてさえいれば上げて衛星経由とかで。メモリ32ギガの SD カード2枚です。宿は、宿泊まるとしたら川棚温泉周辺だと思います。あの辺りで70キロぐらい、角島含めて。スピード出てきましたね。スピード今下ってましたからね。晴れているか。東京、はい。あ、でも今のまた宿探してもらう前提で話をしたな。あ、今の左か。あ、32ギガ何千円だったかな。ん、移動は1日にってことかな。まあとりあえず角島には行きます。関東は快晴ですよ。快晴、晴れてます。まあさっきのタイムラグか。ややラグいですね。なんとか公園。なんと、え、明日雨。明日の夜まで雨だったら私は終電逃した時に、そう、河原そば。ん？ゴロゴロしてますよね。あれか公園。あれみたいだ、あの象の花なんとかみたい。あの港未来の。港未来の方がぐるーっと巻いてますけどね。いや、あれはあれだったら別に上から見るだけでいいかなと。転送速度今のところ問題ないですよ、私が使ってる限りでは。ていうかどこのだっけ、トランセンドだっけ。おー、これなんでなんだっけ、青のり的なやつでしたっけ。流れ続けてますね。結構綺麗。河原、いや、これ汚いんじゃなくて、あの、青のりみたいな、あれ。あの、薄いやつ。お。そうですかね。青さになるんですかね、これって。あの、薄いペラペラのやつ。のりですかね。ずーっと流れてる。ちょっと半透明で綺麗なんですよ。でこんな流れてるんですかね。これって普通に川の流れじゃなくて、一緒に、あ、フグだ。トランセンド安いですよね。結構でかいフグが向こうに泳いでいった。あら、草フグですよね、この辺に普通にいるやつは。お茶漬け、遠いですね。イベントの言いつけていい？ん？イベント？あれ？うん。福島？ん？福島？あ、さっきの人たちが休憩してんのかな、あれ。こんにちは。え？これあの生中継しながら走ってます。よっと。あ、鯉のぼり立ててた人。鯉のぼり立ててましたよ。秋吉台で。そうそう。こっちがビデオカメラで、こっちが生放送中です。
ありがとうございます。この距離だったら多分プライバシー大丈夫だと思うんで。じゃあまた。昨日のあの秋吉台で会った人たちのチームメイトらしいですよ。まあどうせすぐは追い抜かれますけどね。秋吉台で会った人の仲間だそうです。あ、たくさん来た。あれ昨日の人たちか。昨日の人たちも含まれてるのか、あのグループの中には。あ、追い抜かれ、あ、みんな休憩してる。あれ、じゃあ挨拶した方がいいのかな。昨日の人入ってんのかな。うん、どこでしょうね。とりあえずじゃあ映していこう。どうせ追い抜かれるから。やっぱ昨日秋吉台で会った人たちも入ってるのかな。こんにちは。あ、いや、ただ多分入ってないな。微妙に違ったような。あと今荷物見ましたか。何あの山屋さんみたいなリュック。あの荷物ロードで知りたくないのかな。まあみんなロードだからその基本的に勝負んでしょうけどね。何あれ、絶対知りたいはずなんですけどね。あ、すいません。そう、いや、肩に背負ってるっていうのがすごいと思うんですよ。だってあの重さ知りに来るんですよ。少なくとも半分、もう半分手に来ますけどね。すげえ。おにゃの子は多分いなかった。そうか、ということは私はあの人たちが多分昨日泊まったとこで昨日カメラつけたやつと会ってさーみたいなこと言われたんだろうな。どういう言われ方したんだろう、気になるな。エゴサーチしたくなるな。阿川駅っていうのが今あったな。こっそり、あ、でも確かにあんまりスピード出してないですね。まだ私の視界から消えないなんて、なんて情けない。ふくすふす。越中富山。お礼参り。違います。タイムシフト、もしかしたら、うん、あの名刺を渡してきたんで。お。書いてくれた。こっち行ったら山の方を行っちゃおう。山の方。こう上側。あ、本当だ。昼寝ですか。山の方、これどう、いや、この線路の方がいいんじゃないですか。いや、そうか。島行かなきゃいけないからダメだ。あー、この線路沿い行きて、行きたいけど、角島行かなきゃいけないから。島行かなきゃいけないから。よかった探し。問答ですか。島は逆方向だね。逆方向ですね。みちゃんの自転車板で言われるんじゃないすか。また角島で会うんじゃない。いいか。長い。そろそろ島の存在が邪魔になっているとは。邪魔に。和骨。ああ、いらっしゃいませ。島に渡る道路気持ちよさそうだな。島に渡ります。そうか、もうすぐ角島ですね。角島に着くのが1時か、まあ先端に着くのは2時過ぎか3時か。まあでも3時でも私にしちゃいいとこだな。もうちょっと悪いパターンも考えてたんで。よいしょ。そうか、でも角島、島にはどうにかして、もう言わさず。ポポ島。島の女はやめといた方がいいよ。島の女やめるって何が。また物扱いかよ、このプレイングボーイが。はい。あ、そう、ここには野付先行ってます。野付半島は北海道のですね、別海の。
結構もう枯れ木の残骸すらなくなりかけてますけどね。トドワラ、そうそう、トドワラ歩きで楽勝かと思ったら、道が狭くてみんなと一緒のスピードで歩くんで意外と時間かかりました。逃げ道、歯医者の女性がっていう、歯医者の女性っていうのがタイプなんじゃないですなあ、ん？ JC さんかな今の。なあ、途中から右行きます。右行った方が若干アップダウンがどうだっけ、登って下って登って下るか、登って登って下るか、下る、あ、下る下るかなんですよ。色白がいいんだよね。そうそう、色白が。もうすぐですね、右。え、ローソン？会社の女性のドリルが好みなんですね。ドリル？ローソン右ですか？住まいの近道、ですね。電池がもうやばいんですよ。夕方、夜まで持たないかもしれない。バッテリーが下手ってる。下手ってない方のバッテリーも充電ミスったし、はあ、あ、今車が回った、あそこです。フグ食べました。昨日の夜はフグの刺身も出ました。まあ、パックのやつだけど、はあ、バッテリー高いからですね。うん、いらっしゃい。そう、充電ミス。まあ、そうですね。100メートルぐらい登るんだっけな。あ、イカ略。もうテンプレートか。うん、ローソン、あ、お茶入れていくか。市場に登録してる、どうだろう。そうですね、みんなもこっち行きますかね。はい、ちょっと飲み物。ゴミ、そうですね、買い物させてもらえればまあ許されますよね。選ばれた。それもなんかネタかな。多いですね。あなたのローション命取りです。この上はまずいから、ここに立てかけとけばいいかな。うん、モーター多いですね。よいしょ、よいしょ。ノーロック、すいません、ノーロックでございます。あまり真似しないように。うん、あ、あそこにも自転車乗り。なんか食ってる。頭かいた。食ってる、食ってる。遠い。じゃあちょっとここに。ゴミまだ。これから行ってきます。じゃあ、買い物してきます。トイレも行ってこよう。
麦茶売り切れなんですよ。何売り切れてんだよ麦茶。そうとしてさっきあのフレーム外でよかったけど、向こうの方であのさっきトイレが割と並んでたんですよ。で私も 2,3 人並んで待って入ったんですけど、向こうの方で男の子にあのお母さんがあの野良尿をさせてました。あ、取りました。無尿をさせてました。映ってなくてよかった。デンジャーですかねこれ。あ、これってあのどんな風になってるか分かんないんですけど、しょ、このあやたか400しか入んないから何が超電磁だからか。ほら、なるほど、そうですね。で、今回の旅行で持ってきて実はまだ一遍も使ってなかったシルエットがコッケーと言ったか、コッケーでございます。うん、ノイズが。水筒の中身をちょっと軽く改めて洗って、このどこかにさっきのお子さんのイエスショーマゲ。あれ、今洗った分そんなに入れてないのに400と500に入れてぴったりってどうして。あれ、なんでこれ1リットルじゃないのか。まさか1リットルって書いてあるな。何を今座る人がいるのに、今かすかに聞こえてるとはいえ、一人で放尿とかいうのはちょっと良くないですね。脅威を与えますね。ん、あれ、よいしょ、今ここ、パート切れた。うん、気持ちちょっと今回多いですね、かなり。冬になるともっと多いけど、もう落ちた。うん、サイクリスト電話してました。今ここはなんだろう、中に入ったからかな。これ、あの、よいしょ。はあ。はあ。混ぜんな。袋の外で出てんのに混ぜんな。どう、ああ今ロボさんって言われたような気がするけど気のせいだよな。もっと先生、そうそう、不思議ですよね。袋は、そうそう、ペットボトル外に袋の中にまとまって、まあ、めんどくさく思うならまだしも、ペットボトルをあっちに入れんなよ。あ、落ちた。サーバー自体落ちてますか。いや、偉いというか、ああいうの見てムカつきませんか。なんかそこまでめんどくさがるかって。あ、なんか失敗してますね。ここは24時間かどうか書いてない。生きてます。じゃあこっちが死んでるのか。あ、多分今トイレに入った時に電波切れて、そこで送信されなくなったんですね多分。じゃあこれでいい場所に。そうですよね、入れ食いですねここだったら。そう、今一応意識してたけど、あ、遍路道って書いてある。格好？なんか今出しました。多分ネットから切れた時にエラーになっちゃったんだと思います。いや、今のクラクションですね。あの、青になったのに発進しない車がいたからみたいです。
これも前放送で言ったことあるんですけど、交差点で寝てしまっているドライバーさんを私起こしたことあります。その人は寝ぼけてたから感謝もせずにあーという感じで行きましたけどね。 OD、OB、うん、希望できるところへ。本当みんなこっちから行くな。あ、車か。うわ、ブティック山本。この人も人気ありますね。あの萩島の笠山。何かマイクが胸元から落ちてた。危ねえ。車輪に巻き込まれたりしなくてよかった。あれ、なんで今マイクが、今いつからマイク落ちてた。全然ブラブラしてる感じも分かんなかったです。マイク軽いとはいえ。あ、まだ、あ、まだダメですか。ん、あ、乗りました。下手にあのマイク、あのオーディオ端子いじるとスピーカー鳴らなくなるんで、あんまり触りたくないです。下り、さっき下ってて、ここからまた上りみたいですね。結構上ったと思います、この道は。1分前ボイミ、本当にそうですね。本当にわからないもんだな。いらっしゃいませ。まあ車輪に巻き込まれたら、あの車輪がブレーキかかるっていうよりは中で引きちぎれておしまいだと思いますけどね。こういう柔らかいケーブルだったら。鹿児島近いよ。鹿児島近いでございますじゃない。近いです。ん、延長できましたね。うん、景色的には一番いいらしいですからね。あの今かなり過剰に期待してますから、私は。ちょっとや外じゃあの感動しませんからね。上りはまあ1分ぐらいぶら下げてたのか。危ねえ。山陰道、まあ何回かに分けて。ん、水水、何何。しっかりする。そう、出かけてください。プレミアム会員だったら。長崎は旅行行ったことあるんですけど、中学生の頃自転車関係なく行っただけなんで。近いけど。角島ですか。スカイブルー。そう、この辺り島多いですよね。怒った。怒った。先は自転車乗り入り口だろ。わら、角島から西は絶景です。夕日ですか。うわ。角島行ったことないけど、ニコ生車載で詳しくなっちゃった。ニコ生車載で、バッテリーがやばいんですよね。 90% ですっていうアナウンスが入ったら、あとはもう持って2時間。 90% いったら持って2時間。電波あれないですか。確かあったようなエリア地図だと。八重のつもりですが、蛇だ。
日々だった。うん、温存で、ああそれかもしれないな。蛇でした。ツイッターでそれでもいいかも。こんにちは。結構自転車の人いますね。ここに来るまで全然見なかったのに、みんな下関側から来るのかな。連れて行こう。この長門市側からは全然人見てないですけどね。爽やかに、軽やかに。今これ下関市ですね。さっきあの下関入りし、下関市入りしたので。何がある？もっと何町って書いてあったかな。さっき豊北町っていうのもありました。13メートル、やめてください。ヘビー、ん、山道が多い。自転車走ってる人がですかね。東北って読むんですか、あれ。それはまた珍しい。東北、東北、左折？あ、そうです、左折です。明日のサザエさんはメガト級の破壊力だね。メガト級。津久の島戸。あ、本当だ、ホテル、ホテル西長門リゾートある。やっぱりあの角島の方じゃないですか。海流の中のホテルってんだから、やっぱり海中にあるんですね、あれは。ヘビ、海中にあるから、踊り食いなんかもあの水中で本当に泳いでるやつを食うとかいう、そういうもいいですね。あれ、なんでみんなあっち行く？あれ、なんで島戸の先の方にもみんな行くのか。まっすぐ行った方がいいのかな。まっすぐ、まっすぐ。平成ライダー。なんかみんな向こう行くから損するような気がする、こっち来ると。じゃあ向こう行ってみるか。なんだ、みんな行くんだったら誰もこっち来ないじゃないですか。まあ人が多いところに行くのもあれ、ちょっとここに合わないですけど。なんでこっち行く、なんでこっち側だけなんですかね。普通にあの太い道だから。みんな詳しいな。向こうだと距離的には左側の方が近いですよね。でもなんか左ですか？右だよ、右ですか？集団心理につられて、なんか何かを見逃すんじゃないかというあの焦燥感から。まっすぐ側ですかね。そう、ぐるっと回り込みますよね。アップダウンはこっちの方が少ないのかもしれない。ここは今標高40メートル。うん、一周、まあそれでもいいかな。ワイルド。え、電波こっちないですか。この辺り細かいところまで見てないです、電波の有無については。こういう携帯とかそういうやつは常にエリア地図を表示できるようなアプリがあればいいのに。まあでもそれだったらエリア内のに繋がらないって言ってクレーム言う人が出るからなのかな。それともそんなもん作っても意味ないから、あの儲からないからかな。卵でした、トマト。うん、社畜、社畜って言葉も最近なんか妙に流行ってますね。社畜、
小右ってちょっと待った、何の話、本当に電波なくなったのかな。ああ電波悪いか。うん？下ってるな、上り返しがあったら嫌だな。1時半。あ、この分だとじゃあ2時には着くか。左ですか？2時に着いちゃうか。両方ですか？オラオラですか？ですか？わかります。どこ左？どこ左？これ？ちょっと行きたかったな。なんかこのこっちの方の先端にもあるんじゃないかと思ってこっち来ましたが。交番？そんなに構わず、まだ下るのか。さっき登った分全部なしになったな。お、いい感じの家。どうしてもこういうものを表現するときにいい感じ以外の表現は私してないですけどね。でもいい感じだ。あ、本当だ。ん？本当？復帰ほっといきます。多分お得だったら大体右曲がり、うん、右曲がり入る、入りますよね。大体今日のルート入ってたと思うんで。あー、こんなとこにも住宅地というか、まあ集落というか、良い感じ。お、そう、いい感じ。町ですね、本当に。なんか一山越えて町に入った感じ。おお。うん。尽きる尽きる。旅行があるよ。あ、旅行が。それでこういう町があるのか。出ちゃった。音は聞こえてます。うん。え、わあ、音ってこと映像いってないのか。郵便局？今過ぎたっけ？郵便局過ぎたかも。漁港あります。灯台、映像来ました。灯台ってどこの灯台？ああ、あの橋か。あの橋の上に、気のせいかもしれないんですけど、あれですよね、あの橋ですよね。あの橋の上にですね、銀色の四角いものがいっぱい並んでるんですよ。あれは何ですか一体。しかもじわじわ動いてますよ、みんな。どれ？あれですか？水揚げ。あれ銀色に光るあの車ぐらいの大きさの物体がいっぱい連なってますよ。あれ、ってどれなんだろうな。怖い、わからん。あれは江ノ島かって状態ですよ。江ノ島みたい。まあ、すり抜け多分できるんでしょうけどね。江ノ島にすごく似ている。江ノ島、江ノ島。あれ、今私 iPhone 出して何調べとしたんだっけ。大工よ。あ、そうだ、ポッポ島だ。ポッポ島渋滞してるはずです。えらい渋滞してますよ。ポッポ島はどれだ。江ノ島ちょっと結構苦手です、あの感じは。人が多すぎて。あ、ポッポ島って鳩島ってあれか。多分あれ、多分あの途中出っ張ってるやつ、あれが鳩島だと思います。アキラ、さっさと、あ、そうだ、ちょ、 GoPro 動画用に超ズームのやつ撮っとこう。こんな渋滞してます。あれ橋渡るのに多分10分20分。お、なんか取った、落とした。ビットレートは何？ビットレート今160です。
おお。トンビですね、あれは。ちょっと奥。鳥？鳥ってトンビですよ、トンビ。トンビぐらい知ってます、私も。あ、折りたたみ自転車で走ってる人が向こうにいる。しかもあの感じはもしかしたら女性かもしれない。いや、おじさんかな。おじさんかもしれない。あの服装はおじさんじゃないかな、多分。ファンキーに。ヨウとか言えばいいんですよね、ヨウ。おじさんかもしれない。獲物って釣り用語かな。獲物。ここから海沿いに行きゃいいな。これ船着き場ですね。船着き場の重要性は実際にあのゴムボートとかで着岸してみるとよく分かりました。北海道行った時に宿のゴムボートツアーに参加したんですけどね、船着き場がない。確かにウェブカメラとして、ですね、線で直結してつなごうとすると、いろいろと無理が猫いた、ありました。で、今度ワイヤレスで PC と連携できるオプションが出るんですけども、2012年春発売って書いてあったんですけど、あの2012年夏発売って書いてありました、今見たら。GoPro 2を今あの使ってます。これは録画には。私船とかないの？ん？私船、ああ、そうですね。私船がさっきなんかコメントであったような。ん？神奈川県住んでますけど私。よっ。秋。うん、あの。いくらでもくれると思ってます。横浜に行きますよ、住んでますけど。 GoPro、 Bluetooth や何の形式でつなぐのかはよく分かってません。 Bluetooth かもしれない。でも Bluetooth って映像送れるんでしたっけ。映像のプロファイルあるんでしたっけ。 Wi-Fi でしょ。カメラと Wi-Fi は通信路の話ですよね。おお、あ、ここから見ると結構すごいな、車も。なるほどね。あ、沖縄の海中道路みたいな感じってことか。わかるわかる。ここからズームで映すると、あの家族連れ映してるように見えるから、こっちから撮ろう。この右急道ですよね。この右行ったら橋登るのにまたぐるっと回るけど、まあいいか、行けますね多分。ああ、なるほどね。この手の海中道路は実は私あの過去にも別の場所で2回見ました。一つはあの沖縄県の勝連城市の近くの何島だっけあれ。ああ、もう島の名前忘れた。なんとか島に渡るところ。あ、電池はちょっとやばいです。いつ切れるかわからない。もう切れてるかもしれない。もうすぐで、もう一つが、のこの島、違う、のこの島でいいのか、能登半島ののこの島に渡る時の橋も、まあ、これほど長くないですけど、こんな感じでした。あれ、のこの島でよかったっけ。あ、能登島か、いかん、のこの島、博多湾だ。そうだった、そうだった。じゃあ、車来た。握ってみるか。よいしょ。右行ってみましょう。あ、車来たよ。おっと、あ、いかんいかん。今、右が通行になってる。あ、しかし、浜白いな。白。あ、浜比嘉島、そうそう、浜比嘉島。浜比嘉島でですね、あの、島の子供たちと会って、子供たちの秘密の場所を案内してもらうっていう、台本があるようなストーリー、あの、展開になりましたよ。しかも子供らしいあのゴムボートが捨ててある浜。沖縄には海中道路があるね。あとなんか藪の中をくぐり抜けていく
なんかあの祭壇みたいなのがある、あのちょっと崖じゃないけど、あ、船虫。悪い遊びはデジカメを あの貸してあげました。そしたらですね、あのレンタカーナンバーがレンタカーと分かる車を取って嫌がらせしてるんですよ。取ってやろうとか言って。あとは子供たちがなんあの自転小さい自転車で、あのなんだっけな、コンクリのブロックを、すごいの、確かに、あー、このイラすごい、この浜は、なるほど、これがこれか、これすごいですね。橋だけだったらそこまでびっくりしなかったけど、この浜すごいな。砂が白いんだ、ここは。綺麗ですね。なるほどね、海の色ってこれか。もうほぼずっと向こうまで、あのいわゆるエメラルドグリーンというか、あ、橋。しかし車すごいな。あとみんなもう帰る方向だ、渋滞してるのは。おしっこ、石垣島もこんなんありましたっけ。確かに沖縄っぽい。下があれ、サンゴ室なんですかね、あの白さは。こんなとこサンゴあんのかな。あの車は観光客でしょう。他になんか思いつかないですよ。うわー、この海すごい。宮古島にもそういう、こういうのあるんですか。うわー、うわー、観光地だな。すごい観光名所ですね。これ笠島よりもはるかに、まあ、皆さんもあの橋の上の様子がよく見えるようになったら、うわーと思うと思いますよ。思うと思いますよ。昔はこの辺りが原発建設予定地だ。原発の、島に何なんでしょうね。で、この景色のメインはこの橋ですよね、多分。橋の景観ですよね。渡ってしまうとどうなんだ。あと渡ってる土地はどうなんだろう。あ、でも渡ってる時も結構こういう橋はすごいですよね、景色。全国から車のナンバー見てみましょうか。和ナンバーだったらバカにするっていう。あ、熊本から来てる。下関、福岡、大阪、北九州、大阪。島根、まあ、島根は地続きだからな。そっちを3をつけない人ですかね。徳島、徳島、島の裏に、しかしこれよく考えたら、この強風、橋の上はやばいんじゃないですか。橋の上この風はやばいんじゃないですか。ん？天然スパ？いや本当にこれ、あ、今なんか何か落ちたな。あ、カメラ落ちた。風で今カメラ落ちた。うわ、え、これは歩道なし。これちょっと、これうるさいな、どうも。歩いて渡れない橋なのか、そもそも。これ渡ってきました。危ないですよね、やっぱ。
でも今日通行止めと書いてないんですよね。ですね。通行止めになってないな。そう、これ途中まで行って簡単に戻ってくることできないだろうから。予測帯ある？あ、これですか。まあでも行ってみるしかないか。いざとなったら U ターンできなくもないかな。この川、ちょっと今単眼鏡で誰か自転車で走ってるか見てみます。よいしょ。とりあえずあのコメントには左右されず自分で決めますよ。あ、自転車いるな。自転車いるいる。いや、あれバイクか。まあでもバイクとも一緒だよな。まあ行ってみるか。じゃあちょっと行ってみます。気をつけて行ってきます。多分 今この風だとそうでもないんですよ。あー嫌だな。何キロあるんですかねこの橋。武蔵平さん、この状態じゃないですか、風も。うわ、波出てるな。よいしょ。あ、いけるいける、今のところ大丈夫。電波はあるんじゃないですかね。ただ、あまりよそ見もできない。音が怖え。やっぱ自転車来てた。バイクじゃなかった。なんとかなんとか追い越してもらえる。てか音怖いからやめてくれこれ。このなんか怖いコーラスみたいなこの音やめてください。精神的に違うんだけどな。物理的にはそんなに煽られてないです。風には。小島これですね。小島結構いますね。風冷てより遥かに姿から大丈夫かな。やっぱ今手すりに捕まってます。うわーすげー。音がヒューってなってます。精神的に物理的には大したことないですけど、ほどないみたいです。何この厳しい道。まあでもトンネルほどじゃないな。周りがはっきり見えるし。パンクしたら最悪ですね。まだこれ半分汚いですよね。広いところあった。
バイクはそこで止めて見てる見てる。車はそんなに真横は通ってないですからね。徒歩で半分よいしょ。あれは混んでますね。下この橋2キロ以上あるんじゃないですか。3キロぐらいないですか。2キロそう叫び声みたい。車か渡船、渡船があったら使いたい。うわすごいな、あっちも色すごい。あっちの写真も撮っとくかな。 CBR400 かな。なんかあのその文字列はよく聞く。あ、ちょっと前に出ないといけませんね。駐停車、あ、これですか。駐車する場所じゃないんですかね、これは。キラキラ綺麗ですね。しかし、都線全然あるように見えないけどな。本当に都線あるんですか、これ。あったら飛び乗りますよ、もう。喜んで。喜んで。下見て。あ、でも景色的に秋吉台の方がまだ好きかな。これでも私は海よりも山の方なんで、どちらかというと好きなのかな。やっぱなくなったんですか。残念。風強くなってる。やっぱりちょっと高いからか。思い浮かんだので使おうと思ってたのがあるんですけど、あの人が歩いていく後ろに自分の喉にナイフを突き立てて真後ろに張り付いて歩く人っていう例えを思いついたんですよ。いかがでしょうか。そういう比喩は、比喩じゃないか、なんて例え、例え。到着。難しいですか。ブレーキがあるから大丈夫。ブレーキ。
しゃいませ。混んでますね。上陸だ。上陸。着いた。なんとか着きましたね。記念のウーロン茶。いや、そうですよね。島から出ようとしたら、あ、すみません、すみません。ちょっと島の地図見よう、まずは。浜。結構体力使いますね、ここは。精神力かな。さっきのが、あの、角島大橋で。ああ。この道がずっと真ん中突き切ってるんですね。この島の住人は、あ、コットイカって確かに、登りが立ってる。コットイカ読めるかな。角島のコットイカ、角島漁協ってここですね。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。あーと、じゃあ途中これこの真ん中通る道路を下に降りて行きゃいいんだな。嘘。な、何が嘘でしたっけ。近くで出そうって何があるの。イカがある。大浜まで行ってみよう。大浜、大浜、大浜、どれだ。コバルトウルビーチじゃなくてどれでしょうかね。大浜って。さあ帰りたい。大浜キャンプ場って書いてあるな。わかめソフト食べようか。裏切り者。ちょっと裏切り者って一体何の話ですか。え、ん、裏切り者、裏切り者。5番。あ、あれか、あそこが大浜ですね。ぐるっと回ってくるのちょっと時間かかるかな。軽く、うん、そうですね。で、私の案としてはこっからこう降りて鹿の島こう行って、ほらここ自転車走ってるし、でこう行って灯台まで。灯台ってあれか、うん、この角島漁協の道通って、で灯台行ってぐるっとループして、でもこの真ん中の道で帰る感じかな。でもこの道多分混んでるだろうから、帰りもこっち取った方がいいかもしれないですね。でその場合ここは、ここは行かないことになるな。まあ時間があったらこの巻き先風の公園でも行ってみますか。よし、じゃあまずはバス停のとこから右に降りる。小学校、ん、ブルーライン交通って船ですか。船、ちょっと調べてみるか。一方通行。ああ、じゃあまあその一方通行の方に。定住、足がなくなったら。でも船が来ますよね。これは広いな。歩道広いから自転車は大丈夫かな。渡らせてもらおう。どうか。うわ。あ、ちょっと。あ、タイミング悪い。三方向から右も左もなんか追い抜いた、追い抜いてくる車とバイクがやってきて。あれですね、あの、何？ありがとう事故でしたっけ？あの止まってくれた車にありがとうって言って渡ろうとしたら、後ろから追い抜いてきた車に轢かれるっていう、あのパターンですね。なんて言うんですか、ありがとう事故だっけ、なんとか、サンキュー事故。英語か、英語かよ。うわぁ、これですよ。ありがとう事故。日本語で言ったらありがとう事故。キープレストは、うん？サンクスアクシデント。あ、そう、都線調べましょうかね。今は視界内にいるだけでプレッシャーになる。うわ、うん。すげー、わらわら。なんでこんな、うわ、バイクがいっぱい詰まって、バイクが2、30台いる。写真撮っとこう。バイクがゴミのようだ。
込みが。高速やな。じゃあですね、新規ページで、角島で、とせ。さすが祝日。何？ゴミだと。ゴミ。ゴミのようだと言っただけであってゴミではないです。橋の完成により陸路で角島大橋のウィキペディアに何か書いてありますね。39。ああ、この写真家すごいって言われてたのは確かに、やっぱすごいですよね。交通は概要、テレビ CM、 特に自動車の CM、 レクサス GS450H、 ギャランフォルティス、スイフトなど。遠隔関連項目違うな、交通アクセス、あれ書いてない、どこ、これところで、ここどこ。ここは角島でございます。橋の長さ1780m だって。ここは元山です。バスは利用できるのかな。あれ書いてない、なくなったとは書いてないな。ちょっと待ってください。橋の上で故障車出たら終わりだな。故障車、確かにやっぱ船ないですか。じゃあガードレールが白い。本当にないですよ、本当にないですよね。バスは漁は普通できるでしょう。船はもうないよ。漁船ならあるけど、ないか。漁船に頼み込むしかないわけですね。頼み込む、まあいいや。これ戻りもこの道の方がいいな。上の道通るの嫌だな。往復していきましょうか。この道を、橋の下に、せーのっていうことですね。島民にはこの日は橋が使えなくなる日っていうことになりますよね。この日というかゴールデンウィーク中か。大変だよな。でもそれだったら漁船に頼んでなんか行き来したりするんじゃないですかね。知り合いでとか。そんなことないかな。バス輪行、私バス輪行したことは沖縄の高速バスと、沖縄の高速バスも結構厳しかったな、狭くて。他人の不幸が、他人の不幸は蜜の味でしたっけ。同じ道じゃなくても、あ、別の道あるんですかね。向こう側とか。その神道、どうなんでしょうか。巌流島ってこの近くですか。巌流島って確かよそで見たような。あれ、巌流島こっちなんでしたっけ。お、いい天気でございます。風が強いんですよ今日は。ただ向島でしたっけ。和田何、レクサスとかスイフトもそうらしいです。スイフトでもあったらしいです。下関市です。関門海峡、あれそうでしたっけ。あ、じゃああの時、あの時見たのだったかな。関門海峡に巌流島あるんでしたっけ。私は以前関門海峡のそばの日の山ユースホステル泊まって餅つきに参加して、知らないです私は。で、朝起きて海峡見てたら潜水艦が通っていきました。潜水艦の環境だけ出して、あ、環境だけじゃないか、一応船体全部出てたか。ああ、いいですね。さっきの真ん中の道の渋滞が嘘みたいだ。あんまりみんな抜け道として使わないんですね、こっちを。中国、いや、そんな堂々と通らないでしょ。呉の、なるほど。潜水艦桟橋とかありますからね、呉の方。で、その桟橋の前にある喫茶店が、あのサブマリンって名前のママっていう。和田水産って何度もテレビ出てる。大
これは水産。本当にユイの木というなんか名勝負があったのかな。名勝負バリ、そのやっぱり刺すやつですかね。バリは何年か前、堂々と中国の潜水艦が通っていったよ。通っていった、人いた、うん、人いました。てか人いましたって報告のコメントがあるのかな。そこまで珍しくないじゃないですか、人。まあでも確かに歩いてる人は少ない。普通こういう道は歩かないですよね。途中に家とか何もないから。ああ向こうに見えたら、あっちの方が漁村、あのなんだっけ、角島漁港かな。昼寝したくなってくる景色だ。昼寝、うん、場所ナンパ線があった時代。角島ナンパ線が、オレンジ、何が、あそこなんか砂浜ですね。なんか多分あれの反対側がコバルトブルービーチっていうやつで、もうちょい向こうに行ったら大浜。トロフ行ったことあるんですか。旅館とかあるんじゃないですかね。かなり釣り客とか海水浴客とかで夏は繁盛しそうですけど。ここの島泊まるところあるのかな。このところあると思いますけどね。あ、1軒だけ。うん、あの橋見た瞬間にもう帰ろうかと思ったんですけどね。この先小学校、みんなこっち降りてこないな。旅館行っても夏だけだろうし。てかみんなその上あんだけ車を仕掛けてどこ行ってるんですかね。東大、夜間人口は60人くらいかな。60人、そこまで少ないかな。60世帯以上ありそうですよ。これはさっきの人ですか。まさかラグか。この砂浜は普通ですね。私の実家の小川の浜とそんな変わらん。そこそこ漂着物もあって、あ、漂着物もあって、うん、あの橋も観光需要も当然見込んでやったんでしょうね。コバルト、いや意識して持ってないです。知らずに持ってるかもしれないけど。西田はと、また出た西の里リゾート。3回目か4回目に出ましたね、そのキーワード。人います。沖にあるのはテトラポッドで、いわゆる波を消すための消波なんたらってやつじゃないですかね。消波ブロックかな。でかい波が来た時にそこであの弱めるんじゃないですかね。軍事マニアに、じゃあさっきのあの渋滞は軍事マニア、ミリオタ渋滞。その他大勢、総理大臣がたくさん出てる県だから気がある。県、それもさっき言いましたね。波消しブロック、ん、想像、プラポット、あーなるほど、商品名言っちゃいけないってやつですね。固有の商品名はラブホは、少なくとも地元の人が使ったら一瞬で噂が広まりそうですよね。こういう小さい島とかだと。お、お、鬼、鬼か、鬼だな。じゃゲーム、パフォーネタですか。私がこの間あの聖地巡礼したから。お店、いいね、鬼と、謝る鬼と何らかの、これディノザウアーの手足型かな。
と喜ぶ村人たち、配送する鬼たち、鶏、投石する鬼たち、あ、鬼の岩、鬼の島、昔々島戸の高壺山にたくさんの鬼が住んでいました。で、賭けをしないかということになって、角島と一晩のうちに島戸と角島を陸続きにしたら何でも望みのものをやろう、できなかったら山から追放。と相談、望みを叶えてやるっていう、望みのやるのが神様で、賭けの相手は鬼なのか。で、石をさっきポンポン放り投げて、放り投げて岩を投げ込んで、で、どんどん海が埋まっていって陸続きになりそうだったが、村人がそれを見てできてしまいそうだとハラハラしていた。で、神様もこんなに頑張るとはというふうに見積もりミスしたみたいです。で、そして神様がにっこり笑って鶏の一番鳥の鳴き声を真似したので、鬼が俺たちの負けだっていうふうに勘違いして座り込んでしまいました。ひどい。で、その投げた岩がさっきの鳩島なんだそうです。ひでえ、あまりじゃないですかこれ。ちょっとひどすぎますね神様。撮影しました。ひでえ、賭けに負けそうになったらインチキをしてひっくり返すという。騙し討ち、人間っぽいのひどいですね。あ、角島です。角島の今まだ真ん中に向かってるところかな。そう、駆け好きな、これ大変じゃないよ全く。そんなギリギリの見積もりしておきながら仕事ですよね。そう、なんかあ、走りすぎました。結構怖かったです。風が強くて車がものすごい渋滞してて、また帰りますけどね。帰る方は車は渋滞してる。あ、和田水産ってこれですか。さっきからコメントで何度も出てきてた、なんか普通のちりめんとか売ってる店みたいですけどね。タイムシフトで見ます。あ、タイムシフトで。侵略があったってことなのかな。侵略？なんか私は減ってない。大丈夫。スペース広かったですだっけ？ちらっと見てきませんか？ちらっと。あれですね。道の駅も物産が並んでるとこみたい。おやじが名物ってことは、うかつに覗くとやばいんじゃないですか？部活に覗くと捕まるんじゃないかな。大昆布、かじめ、七福昆布、カットワカメ、メカブノリ、シシャモ、キクラゲ、スワカメ、金百景、仲良しコンビ一瓶800円。仲良しコンビは何が入ってんだろう。ズームイン、へえ。捕まれてやばい。そう、キクラゲがなんか、なぜ山のもの。とか突っ込み聞かれたらやばい。良いやつも、仏様は別なんですかね。神と仏は同列じゃないですよね。極めそうな。
電動カー注意。ああ、なるほど。あれですね、あの老人の人が人ダブってますけど、老人が運転してるあれですね。悟ってる。ああ。じゃあ不審な目で見てたな、またお子さんが。角島郵便局。この島電波ありすぎ、わら。電波いいんですか。5062取材に来ても常に主導権を取りワンマン。まあなるほど。お子さんに不審がられるロボ。ああ、なんとなくわかった、なんとなくわかった。怪人ロボってことは、私もあの個人の趣味で放送してるんですよみたいなこと言ったら、そっからがいろいろと始まるわけですね。なんとなくわかりました。わらわら、パパ、あの人頭からなんか生えてたよ。生えてます、生えてます。通帳に印字してもらいましょう。ああ、あれですね、のんびり系トラだった。10円貯金でしたっけ。10円貯金旅行。そこから親父さんのターンになりそうですね。ターンに、そうそう。わら、この先右ですよ。右に登んないと行き止まりですね、こっち左の方は。行き止まりです。行き止まりですね。そもそもこの島にあんなに人来て捌けるのかな。軽トラってミドシック。どこ行ってんだろうな。みんな。軽トラ？軽トラ。お。メインストリート？いや、これメインストリートじゃなくて。あ、でも生活的にはメインストリートじゃないですかね。おそらくこの辺りは。これ黒いけど普通のやつかな。うん。普通のママチャリに。このこういうのなんて言うんでしたっけ。確か名前があったと思うんだけどな。魚とかを乗せる木箱が固定されてます。すごい気があった。自由だな。水産電車がほっぽってある。こんにちは。トロ箱。そうですね、こんにちは。トロ箱って言うんでしたっけ、ああいうの。ガードレールの黄色と白使い分けが謎。ん、白、白になりました今。確かに、あ、普段意識しなかったらあまり気づかんな。トロ箱、どういう字のトロなんですかね。これは夏みかんのイメージだそうですよ。本当に冗談じゃなくて。山口特有ガードレール、県知事のでなんか県知事の通学路、県知事の身内かな、あのペイント屋さんだったからなんとかとかいう話までポイントで言ってましたね。そう、冗談みたい。和歌山とか有名になる前は山口の萩のあたりとかがみかん系で有名だったんだそうです。なるほど、県道が黄色なのか。ん、県道が黄色。髪と影に負けた鬼が怒って黄色ペンキぶちまけた。ペンキ本当ひどいですよね、さっきの話。ペイント屋を儲けさせるためか。なるほど、特注色だからコストかかりそう。コストでも白でも白で塗るところは黄色で塗るわけですよね。景観考えて一部社系らしいね。景観考えて、今は茶色が多いね。なるほど。ガードレール、茶色塗ったところでガードレールですよね、結局。坂きつそう。坂は、まあきついってほどでもないです。緩やか、割と。あ、でもないな。まあまあ。ロボさん、イカか何か食べるの？イカ、あ、そういや、あの、コットイイカってどこにも登りなかったですね。ん？何だと？あ、黄色は夜目立つという意味もある。あ、夜。今通ってきたところがコットイイカの登りが立ってなきゃならないはずだったのに。よいしょ。ガードレールは地味じゃ意味ないような。ガードレールが、うーん。東大の駐車場でイカ売ってる。今日はもしよければお隣で寝させてもらえますか。お隣でどこ寝るか分かりませんよ。名産品がそのコットイカらしいです。特業イカと書いてコットイイカ。過ぎた。
きな言いますね。黄色いのこときないって言いますね。ふう、ここからが東大に行く道か。もう最後の最後まで考えなくてもいいかなと今思い始めてます。どっちが一方通行なんだろうな。あ、まだ先か。ここで寝たらいいんじゃね。ここで寝たら明日下関までまだ長いんですよ。午前中に着かなくなる。おリアルのかかしかと思ったら動き始めた。あ、灯台ありますね、すぐ近くに。村人発見で、本当にあんだけの大量の車どこ行ったんだ。みんな灯台に入ってんのか。そう、なんかあの畑の隅っこの方に突っ立ってるように見えたんで、そしたら首が回り始めました。っていう説明するとエクソシストみたいかな。何もまあやってること10年以上やってますからね、これ放送よりも前から。まあでも喋り方とかはなんか放送に合わせて変わってるかもしれないな。かどうかはニコ動に一応アップしてあるあの一番最初の久里峠の動画を見ればわかるんですけどね、多分口調は変わってないはず。左ですかね。うーん、車行ってるから走っていきゃいいか。そう、年齢ちょっと変わったんですよね。歴史あるって。この最近頻度落ちてるのに、そう、毎週どっかに行くような行く場所思いつかないんですよね。左折が絶景、若さにあ、左折が絶景、こっちでいいんですよね。どうしたらどうした。乱暴に、あ、それは少しあるかも。何の灯台。何が東大に。もうすぐ43歳ですね。43、なんか私が言うように41なんじゃないかという話が説があるんですけどね。私は42だと思ってたらどうもそうじゃないらしい。昭和45年10月生まれは今年何歳。今何歳。伊豆大島に日帰りサイクリング。伊豆大島日帰りだとあれですね、あ、散歩。やっぱりそうですかね、41歳。私は分かりなくなりますよね。そう、分かんなくなってきますね。今年は昭和40年。年齢なんて忘れた。いやだから41だってば。41なんですね、41なんですね。41歳ですよ。分かりました。じゃあ私は41。41。より一つ上なんでしょ？ん？プロフィールより？あ、プロフィール確かなんか、誕生日を。誕生日情報を与えまいとしてなんか変な月にしたんですよね。何月にしたんだっけな。そう、いい年ですよ。ナイスエイジです。イエス、70年生。ふーちゃん、ここまだ全然砂浜じゃなくてゴロッゴロしてますね、岩が。なんでこれ白岩と黒岩がありますよ。数月により私は41となりました。思いっきり火山性の岩に見えますよ、これ。違いますかね。大阪万博ですか。 About 40。 じゃあ今バカモパパだったか。そう、バカモパパ過ぎた覚えがあったんですけどね、気のせいか。14歳。14歳、厄年ですかね。暗黒役同士。堤防？堤防？あれですか。ああいうのうちの地元にもあるな、甲賀の方に。今の人何してんだ。うわ、漂着物すごいな。で、ここに至るまであの渋滞してた車の影も形もない。数台通っただけ。不自然だろ、いくらなんでも。あの道まっすぐ来たらここに来るはずですよね。ってことはみんな島の真ん中あたりに施設かなんかあって、そこに飲み込まれてるんですかね。
住宅ドラマ、住宅ドラマでいいのか。なんか海っぽく何匂いがしたな、なんか焼ける匂いでもなくて、なんだろうな、おうわ、人がいっぱいなってる。これはもしかして読み上げなのか電波なのか。電波か。と今触ってしまったから電波がつながっても読み上げられるかどうかわからない。こっちはなんかエメラルドグリーンみたいな色のところ一箇所だけで、割と黒いですね。岩も黒いし、あの海底というか下の方も黒い。おかしいな、全然人数がこれじゃ足りない。ここ歩いていくのかな、あれは。まさかポタファイ切れたわけじゃないよな。どう繋がってますね。本当に電波切れ？いや、繋がってる。なんで？立ってるのに。例えばこっちでツイッターが、あ、繋がった。何の話題だ。洗濯機にいます。
やっぱり通信速度が遅いのか。コメントもいかない。受信はされてんのに。あ、来た。あ、上り速度がまた急に上がった。今まであのフォーマー繋がってるんですけど、なぜかデータ通信が一切通じなくなって、コメントだけ聞こえてくる状態だったんですけどね。で、これ通常配信です。 FMAB にやってみますけど、ダメだったら通常配信のままでいきます。ちょっと待ちください。画質悪くなったし、テントみたいなのが見えるな。テント、あ、これか。東大の南か、ここ。あ、南か、今のところ。あ、違う。あ、わかった。ドラマの聖地巡礼で車が多かったんだ。ドラマの、そんなので。いや、そんなので聖地巡礼私もしたからな。しかもドマイナーなゲームの聖地巡礼。ゴールデンウィークは自転車にも乗らず引きこもってます。いけいけ。あ、繋がったか。プラスエリアだろ。繋がったか。ドラマということは中行き一番か。通信速度はロボさんが暴走してるので外出できる。200、あ、来た来た来た。あー、でも不安定だ。不安定、不安定。高画質だ。不安定だ。一応東大の南側を抜けたところで電波が、なんか電波おかしかったんですよ。散乱してないか。散乱？大丈夫ですよ。散乱？あ、ゴミ。結構いろいろ散乱してます。うわぁ。おぉ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 。よいしょ、よいしょ。治った。危ない危ない。って言い始めました。よいしょ。うわ、当てた当てた。あれはトリガーだけですかね。いや、叩かないともうなんか今変化なかったんで。ちょっと向こうまで行くの歩いていかなきゃいけないな。大丈夫か。片輪持っていかなきゃ。なんとか大丈夫だと思うんですけど。人がいるな。いっぱいいますよ。そっちは何もありませんよ。何もそうですか。じゃあやめとこう。ラジオ、そうですね。しかも周りの状況を見ながらなんかコメントするラジオが、ラジオが。全体行きます？鳥だけみたいだから、まあいいや、いいや。ちょっと行こう。ちょっと。そうそう。Together until なんとか dies。死ぬまでトギャザーってことだな。あの時来てきました。 OHNH 違う、 HNHO だ。ふんふん。ルオシバ、ハートの向きからしてこれ HNHO ですね。科学式。あ、弓上げか。うわ、金属が腐食してボロボロ。あ、よっと。おお、金属薄くなってる。わらわら。
東大。東大府。駐車場。東大登れそうなんですけど、上にいっぱい人がいるんで。遠くから見るだけでいいかな。でもこれ上から見たら綺麗だろうな。登るか。登ろう。で、今これで角島出るのが、まあこの後3時になりますよね。で、陸側に戻るのが4時だとして、そこから2時間ぐらいだったら結構行けるかな。行きますか。イヤホンに、うん、そうなんですけどね。高さ、うん。うん、今島です。角島ってところ。焼肉、家焼く。家焼くって家を焼こうぜか。これから毎日家を焼くのか。あ、サーティワンプレミア前、サーティワンってあのサーティワン。読み上げがまともにできなくなってますね。うわ。何がある？何がある？サーティワンアイスソフト300円。鼻踏まないようにこれです。6時間。ちょっと買ってきます。似合いっす、似合いっす。よっしゃ、潰れてくる。うん。うん。あ、やっぱ前です。うん。うん。結構あの支配人的な。あれでしたよ、うん、すいません、不格好になっちゃってって言われましたよ。粘りあるな、うん、私、うん、まあ、あげませんけどね。安全だった。おいしい、うん、あ、もう6時間経つのか。あ、だからあれですね、電池温存のために、東大登ったらもうそこで放送自体を終わらせて寝場所探しに行った方がいいかもしれない。あ、15分。うん、
うん、でもサク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 。電池切れたら、あのこの後 GoPro ロックがもうできなくなっちゃって、でもそれも怪しいな、もうすでに。こっちが。もう東大ヘルメットかぶったまま、たくさんの人の間登っていくのかな。うん。どうしよう。あ、東大登るまでやりますか。あと15分あるし。いや、200円ぐらいは、もしかしたらちょっと濃いとこだったら調子こいて300円ぐらいじゃないかな。待っていいか、本当だったらありがたいですけど、ありがとうございます。一瞬じゃ充電できないです。うん、多分お金取ると思いますよ、濃いとこだし。うん、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 この間鹿児島の都井岬の時はいくらだったっけ。150円だっけ。また前かずれて喋ってた。都井岬とかだったら150円ぐらいだったような、あの野生馬の都井岬。200円、うん、そうですね。じゃあ海上げを抑えてから中に入りましょうか。皆さんの心ないコメントが周り聞こえないように。うん、東大からの景色で今日の放送は一旦終わりにしといて、バッテリー多分もうほとんど残ってないと思います。旅館、うん、どうするかわかんないです、夜泊まることになるかどうか。皆さんに心当たりございますよね、心ないコメント。なんか姉ちゃんとか尻とか幼少とか、なんかそういうコメントは心ない、心ない回しですな、情け容赦がないコメント。調べてみては心温かいリスナーだよ。俺らはみんなジェントルマンだぜ。文系とか笑、そんなコメント覚えない。ソフトクリーム少ないとか笑。ソフトクリーム、そうそう。そうそう。誰か確認されるか。僕はリスナーじゃないよ。なんか割と新しいというか、なんか実用一点張りじゃない感じですね。手すりに乗りかからないでくださいっていうのに自転車で乗りかからせるのまずいかな。でかい、みんなロボさんを困らせて喜んでるな。喜んでる。まるで手ボトンもこのくらいの大きさなのかな。東大一直線、あ、本日まだ登れるのか。そう、よいしょ。落ちる？あれ、上に行けるんですよね、これ多分。うん。現役勝ち。ん？現役勝ち？勝ち。あ、今時間は、あ、まだあるか。あれ、こっちじゃなかった。まだ自転車でございます。はあ、よっと、はあ。本当に歩き用の道なんですね。これ、おっと。うわ。キリスト教ですね。うわ。今日は、キリスト教ですか。今日は八重のつもりです。上に人いる。上に人いるいる。
おお。東大元暮らし。元暮らし。あれ以外に人少ない。徒歩配信にするときはヘッドセットにしません。どうしたロボちゃん。ヘッドセット。ああ、その方がいいな。東大猫ひろし。ヘッドセットの機械取り出すのは確かそうですね、東海市の時はヘッドセットでいいな。東大どこ、東の方の東大モトクラシー、モトクロス、これだ。取り出して、あー、また閉まらなくなった。するなよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これでいいか。で、GPS は盗まれそうなもの、唯一のものなので、後ろに隠して、あ、さっきライダーのトツヤさんからいただいた、東洋か、がまだ残ってる。大東大水に落とし込みました。じゃあカメラはもうこのヘルメットをつけたままで、どうすればいいか、インスタントがありましたね。インスタント、ペダルも使ってます。まあこれつけたままでいいか。で、これで胸元、違う、日本人そっくりな外国人もいるからな。いますね。本当に遺伝子は日本人そのもので、海外で育った人も当然いますよね。じゃあちょっと今切ります。ありましたよね。あ、ちょっとポタフェ忘れてた。危ね。ポタファイは、あれ、うわ、うるさ。皆さんうるさい。耳痛い。そうか、ヤホーの時は100じゃないか。怖いコメント。まあ、それでもしない方がいい。30、25、こんなもんかな。よし。じゃあ、灯台登りましょう。急ぐ。解禁ですか？いや、しなくていいからわざわざ。よいしょ。そう、あれ、なんかこれでも切れてる。じゃあ、します。この状態で歩いていきますよ。今、角島灯台です。そんな少ないですか。あ、びっくりした、流れてるかと思った。ダッシュダッシュダンダンダダン。あ、
すいません、一人お願いします。一人、はい、頑張ろう。これはい、200円でした。200円。あ、ペット禁止だった。ペット禁止。USB オーディオだ。USB オーディオのとこのイヤホン端子がおかしくなってる。そこが切れまくってる。やばい。
90秒。ここ抱っこで降りるの。足元見える。見渡したらドド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 
ね、これスリリング。本当にやつ撮ってるんですかね。もう下着いた時にはさ、半期間とか。20分結構あるだって20分もう疲れちゃって、まあいいわいいぐらい、うん、やっぱり使いやすい階段流れたかも、でも言えばね、ちょっとツイッターで、ツイッターで、うん、残念ながらツイッターで前もやったよ、見事にあの転がったら振り切れたな、こっちの方もリアルとか何か所かあるんですか、ほんと、じゃあマリアにこれやっとってお疲れ様でした。大人気でさ、うちたち行った時はまだ良かったんだけどさ、その後ね、見たらすっごい並んどった。そうなんだ。そのね、専用のね、そこで使うソリがあるんだわ、うん、その数だけ入っていいって感じ。そうそうそう、そう、うん、だもんね、時間が来ると何番何番もう時間です、その間、それだけ、うん、そこはさ、早い者勝ちだからさ早い者勝ちやりたい放題、やりたい放題だから時間制限でさ、ただ あんまりやらずに遊んでると関わりの人がなんか言われとったよね、ほんま、うん、あ動かずにやってる、ずーっとね、こんなとこで構えて構えて、親とかが喋っとるだけなの、やばいかわね、子供よそに行って戻ってきたりとかして、うん、ノートもさ、20分いくらだったあれは1200円か、4人です、1人300円、1人300円、1人300円、4人か3人かで1200円か300円だったで、子供が2人入れるので4人だと1200円のノートなんだけどさ、それもさ、読んどるのでさ、どんどん遠くに行っちゃうよ、もう、はい、こっちもどんどん早くに行くの、そう、前、次はあれだと思ってます、もっと一個ボタンがずれとるかっこいい、行くぞ、ゆっくり行けよ、ストーブでさ、急に触ったんだよ、なんか、ね、自分でもね、なんかね、急に触りたくなったみたいで、ね、なんか教員ちょっと、サップの中で、ふーっと見えるの、なんかね、ふざけてとかでもないんだ、ふーっとするのに、手で呼ばれた人のせいで、なんでかって言った時に、あーって感じで、おー、怖い、わっ、手かす、え、さっきのばあさん怖かった、いっぱいあったじゃない、ここが普通のこと言えねんけど、これはすごいね、あ、ここ入れたの、あの人、ここ隙間に大変だっただろうね、あの人ね、だってここ降りるのも、うん、ヒーヒーとったもんね、子供が泣いてたからここ分かったな、分かったかもしれんね、どうした、あ、すねか、すね、あ、確かに気をつけなかった、すみません、まあ、でもね、
うわでもなんかこっちからだとあまり見えないな。目が赤撮りましょうか。あ、だったらいいですか。こっち側に閉めなきゃこれ以上開かないみたいですね。
若干閉所恐怖症な的な恐怖を感じましたね。さてじゃあ GoPro もそろそろ温存しといた方がいいな。じゃあこっからはまた戻る方向なんで単純に GoPro の方の録画もここで止めたいと思います。じゃあありがとうございました。